8-3 手紙は古風な錠箱のうちにあった。その赤塗りの表には名当ても何も書かないで、真鍮の缶に通した肝心よりの封じ目に黒い墨をつけてあった。大助は机の上を一目見て、この手紙の主は兄嫁だとすぐ悟った。兄嫁にはこういう旧式な趣味があって、それが時々思わぬ方角へ出てくる。大助はハサミの先で肝心よりの結び目をつっつきながら、面倒な手数だと思ったけれども、中にあった手紙は錠箱とは正反対に簡単な原文一致で用を済ましていた。この間わざわざ来てくれた時はお頼み通り取り計らいかねてお気の毒をした。後から考えてみると、その時いろいろ不遠慮な失礼を言ったことが気にかかる。どうか悪く取ってくださるな。その代わりお金をあげる。もっともみんなというわけにはいかない。200円だけ都合してあげる。からそれをすぐお友達のところへ届けておあげなさい。これは兄さんには内緒だから、そのつもりでいなくってはいけない。奥さんのことも宿題にするという約束だから、よく考えて返事をなさい。手紙の中に巻き込めて200円の小切手が入っていた。大助はしばらくそれを眺めているうちに、梅子にすまないような気がしてきた。この間の晩、帰りがけに向こうから、じゃあお金はいらないのと聞いた。貸してくれと切り込んで頼んだ時は、ああ手厳しく跳ねつけておきながら、いざ断念して帰る段になると、かえって断った方から懸念があってダメを押して出た。大助はそこに女性の美しさと弱さとを見た。そうしてその弱さにつけ入る勇気を失った。この美しい弱点をもてあそぶに耐えなかったからである。ええ、いりません、どうかなるでしょうと言って別れた。それを梅子は冷ややかな挨拶と思ったに違いない。その冷ややかな言葉が梅子の平静の思い切った動作の裏にどこにか引っかかっていて、とうとうこの手紙になったのだろうと大助は判断した。大助はすぐ返事を書いた。そうしてできるだけ温かい言葉を使って感謝の意を表した。大助がこういう気分になることは兄に対してもない、父に対してもない、世間一般に対してはもとよりない。近来は梅子に対してもあまり怒らなかったのである。大助はすぐ道代のところへ出かけようかと考えた。実を言うと200円は大助にとって中途半端な高であった。これだけくれるなら、いっそ思い切ってこっちのねだった通りにして満足を買えばいいにという気も出た。がそれは大助の頭が梅子を離れて道代の方へ向いた時のことであった。その上、女はいかに思い切った女でも感情上中途半端なものであると信じている大助には、それが別段不平にも思えなかった。いな、女のこういう態度の方がかえって男性の断然たる処置よりも同情の弾力性を示している点において心よいものと考えていた。だからもし200円を自分に送ったものが梅子でなくって父であったとすれば、大助はそれを経済的中途半端と解釈してかえって不愉快な感に打たれたかもしれないのである。大助は晩飯も食わずにすぐまた表へ出た。御県庁から江戸川のへりを伝って川を向こうへ越した時は、さっき散歩からの帰りのように精神の困憊を感じていなかった。坂を登って
伝通院の横へ出ると、細く高い煙突が寺と寺の間から汚い煙を雲の多い空に吐いていた。大助はそれを見て、貧弱な工業が生存のために無理につく息を見苦しいものと思った。そうしてその近くに住む平岡とこの煙突とを暗々のうちに連想せずにはいられなかった。こういう場合には同情の念より美醜の念が先に立つのが大助の常であった。大助はこの瞬間に道代のことをほとんど忘れてしまったくらい、空に散る哀れな石炭の煙に刺激された。平岡の玄関の靴脱ぎには、女の履く重ね草履が脱ぎ捨ててあった。格子を開けると、奥の方から道代が裾を鳴らして出てきた。その時、上がり口の二畳はほとんど暗かった。道代はその暗い中に座って挨拶をした。はじめは誰が来たのかよくわからなかったらしかったが、大助の声を聞くや否や、どなたかと思ったら、とむしろ低い声で言った。大助ははっきり見えない道代の姿を常よりは美しく眺めた。